はい、ここんんばんは、はきゲームようこそララスクラ実況ですす今夜もおお付き合いいい、ろししく願まというわけでですね、えー、と、久しぶりにアークの話をしようと思います。っていうのがですね、えっ、ー、と、アークエーテル100%報酬がですね、えー、以前にもですねあの、おすすめのアークエーテル100%報酬っていう動画ね、結構前に出したんですよ。で、あれからね、アークの種類もたくさん増えましたんで、えー、僕の中で、えー、順位が変わったものとかもね、いろいろありますんで、えー、そちらのね、今日はあベスト3を、えー、アクセサリー、防具、 武器それぞれ別々ですね、えー、ランキングの発表をしていこうと思いますでは参りましょうそれではですねえっ、ー、とまずですね今回のランキングの条件としまして、えー、ウルトラレアと、えー、リミテッドレアは一旦別にしておきます、えー、あれはなしにしておくのとそれとプラスして期間限定アーク あれですかコラボ限定アークありますよね。えー、ドックストコラボとかテンスラコラボとかの100%報酬もなしにします、うんと。あと季節限定もね、なしにしてるんで、季節限定アークでいくと、今やったら聖夜の願い事ぐらいかな、うん、がなしにしてますんであ、あと砂漠の音楽隊か、あれも抜きにはしていますんで、えー、それ以外での、えー、ベスト3の発表をしていこうと思います。で、何からいこうかな。えっ、ー、と、じゃあまずね、えー、防具から。 で、あのー、防具に関して言うとね、逆に言うと、その、エセスレアークの100%報酬で防具ってね、結構限られているんだけども、それでもやっぱり、あの、ある程度ありますんで、えー、絞っていきます。はい、で、まあ、その優先度って話になってくるけど、まず、えっ、ー、と、第3位。第3位から、下からいきますね。えっ、ー、と、まあ、皆さんご自身のね、第3位何かなって考えながらね、聞いてくれればなと思います。ではいきます。第3位が、えっ、ー、と、こちら。ゴールド戦争の100%報酬の、ゴールドアーマーです。はい。 えー、ディフェンスプラス213マインドプラス164我々ですね、えー、とステータス素子は一番高いものになりますね、えー、敵に狙われやすくなりますが物理被ダメージはマイナス10%で属性耐性は暗闇が耐性があるという感じなんですけどもまあこれは分かりやすく本当あのえっ、ー、とタンク役ですねアリーナで、えー、敵に狙われて、えー、散々敵を集める役割のこの間のだからあのモギサタやったらあのモスモスさんのやったらつかさとか が多分装備してたんじゃないかなと思うんだけども。で、耐久性も上がりますんでね。ねまあ、物理ダメージマイナス10%でかいですからね。で、これがもともと持っているあ個性とかで、えー、被ダメージをね、軽減するものだったりとか、そういったものと組み合わすと、お散々敵を集めるだけ集めておいて、自分の HP は全然減らないみたいな戦い方もできますんで、えー、ゴールドナンバー、まあ、結構必須だっ,ただってとこかな、あるかなと思うんですけど、僕はまだあのぶっこんでません。はい、っていうのが、あのまあ、なぜこれ3位かっていう理由もそうなんだけど、えー、物理なんだよね。 うん。だから、魔法の火種を別に軽減してくれるわけではない。ただしもちろん、マインド160円という高いところありますんで、えー、まあ僕の中ではそんなに重要ではないかなと思いまして、もっと逆に言うと僕は結構特性が凝ってるものが好きなんで、あそういった意味では、えー、ゴールドモアーマーは今回3位となりました。で、続きまして、えー、2位なんですけども、2位がね、2位と1位迷ったんですよ。2位と1位迷ったんだけども、えーと、決めました。えー、2位がこちらです。さあ、どれだったっけな。 こちらでですすははいい導きの聖書楼の100%を入れる報酬、ねえー、新位相ソルフィーニです、はい、僕もちょっと前にですね、ようやくゲットすることができたんですけど、えー、インテリンスプラス106、MP プラス20、ディフェンスプラス58、マインドプラス172、常に HP リジェネ、MP リジェネの効果、そして属性耐性が光属性と闇属性をプラス5、そしてステータス異常耐性が麻痺を耐性がありますということで、えー、この麻痺が体制あるのがね、結構意外とありがたいんですね。嬉しいってことで、あの、 ソーサラ系ってね、沈黙に対する体制があったりするけど、麻痺に対する体制がなかったりするんですね。でそういった意味ではこれで補ってくれるし、何よりもやっぱこの MP リジェネが強い。うん。これはあの、アリーナの話またな,なっちゃうんだけども、アリーナでももちろんそうだし、えっ、ー、と、普通に塔とか登る時もそうだし、MP がなくなったりとか、それこそより強い敵強敵と戦うときって結構、えー、魔法をバンバン使わなきゃいけないけど、そういったとに MP リジェネってすごく役に立つんですね。で、何気にこの、あの、ローブ、 防具でありながらインテリジェンスをプラス106してくれるっていうところもものすごく強い。ね、でもちろんマインド172って意味ではその耐久性も上がるというところも含めて、えー、正直その、 まず僕のステータス以上の麻痺耐性が結構美味しいなと思いました、これは。うん。で、だから MP、ね、m p リジェネで、その、アリーナとかでの戦いやすさもそうなんだけども、アリーナだったら特にね、麻痺耐性とかね、デバフ打ち込んでくるあの人とか結構いるんでね、そういった意味ではつけておくといいかなと思います。し、あの、普通に通常の強敵戦でも向くかなと思ったんで、シンスソ,ソルフィーネは、まあ、エーテリオン。今結構エーテリオンね、あの手に入りやすくなってますからね、えッ、ー、ぶっ込むでもいいかなと思うのと、あ、あとね、質問もらってました。質問で、 応答上級魔法陣でかいとか、応答中級魔法陣でかいか。あ、とか、あのー、要するに、あの中級魔法陣でかい、上級魔法陣でかいみたいな MP を回復するものと、えー、シン・ソ・ソルフィーネは、あ、重複しますかっていう質問があったんですけど、重複します。なので、えー、これもね、ガンガン MP 回復しちゃくそうなりますんで、えー、おすすめです。そして1位、そのね、2位のね、ソルフィーネと争った1位が何なのかというと、それはこちらですね。はい。大月で100%報酬でもらえます。こちら。 延期化ですね。警告レイ延期化というもんかな。HP プラス700、MP プラス25、ディフェンスプラス125、マインドプラス177。女性専用、自分を倒した敵へ、火ダメージプラス20%のデバフを付与。気温状態上をランダムで2つ付与。で属性が闇属性耐性をプラス5。そして呪い耐性と、えー、毒体制をプラス1してくれます。ということで、まあこれはね、もう今最近結構流行りだと思うんですよね。で、一番最近の言うなら、セ s スレアークなんで。 そういう意味でも、あの、まず h p プラス700も結構でかいんですよね。うん。そういった意味では、あの、ス,ステータスも結構いろいろ上げてくれる。で、何よりもこの自分を倒した敵に対しての火ダメが、えー、プラス20%のデバフを付与。でなんで、さらにランダムで2つ付与してくれます。デバフをね。っていうのが、まあ、本当にいやらしい。うん。だから、これも、あの、この間もね、あの、アリーナの話またあしっちゃうんだけども、ね、あの、わざと落とされ役。 一つ落とされ役、狙われ役、落とされ役を一つ決めておいて、えー、そいつが落とされたらそうい、あのー、自分を落とした火力をたくさん持ってるやつに対してデバフを与えていくっていう、この嫌がらせができるっていうところも含めて、えー、とても優秀なものかなと思います。で、あとこれ、まあ、じゃこれが強敵戦とか、そういったところで役立ってくるかつはこれ何ともちょっと言えないとかってね、うん、だからすごくアリな限原点にはなってくるんだけど、その最終的に、 あのー、ラストクラウディアって突き詰めていくと最後の最後一番強い敵がどこにいるかって言ったらアリネにいますからねだからそういった意味では、えー、延期かみたいな嫌がらせができるアイテムってのはあ突っ込める時に突っ込んだ方がいいかなと思いますだからその実際にゲーム全体ラストクラウディアのゲーム全体ってとこで言うとソルフィーネが実は1位なんですよ僕の中ではただ今、えー、手に入れたい希少性があるなって思うのだったらやっぱ延期かなと思ったんで、えー、こちらを1位にさせてもらいましたはいでは続いてですね アクセサリーの話をしていこうと思います。えー、アクセサリーもね、いろいろあるんですけれども、えー、こちらもね、えー、新旧揃っての、まあ、順番のちょっと入れ替えもありましたんで、えー、それで話をしていこうと思います。まず、第3位なんですけれども、こちら。レグニス号の100%報酬でもらいます。大盗賊の腕輪ですね、はい。えー、ストレングスプラス20、ディェンスプラス20、適応倒射に確率でアイテムを入手ということで、まあ、これね、ある意味だから必須。 と言ってもいいんですけどねあそれはあのトリシャラはねあの一旦なしにしてますんだからトリシャラはもうもう必須っていうところも結構ありますしあの他と比べていってもやっぱり1位だなと思ったんであの一旦トリーショナシの話にしてるんですけど大頭族のでは本当そのラストクラウディアってやっぱ素材が集めるのが大変 で、最近は結構落としやすくなったというか、あの、イベントとか交換所で手に入りやすくなったんだけど、それでも数を揃るにあたっては、やっぱりこれが必要になってくる。で、まあ、もちろんロビンいたりとかね、あの、怪盗ロビンがいたり、えっ、ー、と、ザイクスてたりとか。 したらもうあのー、手に入りやすいところ集めやすいところやっぱあるんですけど他のユニットでも敵を倒した時に手に入れやすくなるそういった意味ではあ魔法攻撃ですね一気に敵を殲滅したりとかそういった時に、えー、手に入れやすくなりますのでそうですねソーサラキャララグロボスがソーサラキャラにつけておくことによって周回しながら、えー、早くねつつまく手早く周回しながら、えー、素材を集めることが可能かなと思いましたので、えー、こちらも3位に入れておきました そして第2位なんですけど、第2位がね、えー、っと、すごく大変です。これも大変なんですよ。うん。っていうのが、あね、戦闘の話なんですよ。こっちはね。えー、っと、こちらです。大天使の微笑です。はい、こちら。a 100%報酬が、えー、大天使の羽となっておりまして、これも前ですね、僕ね、ランキング入れてると思うんですよ。が、えー、SCT 速度プラス10%、バトル終了時に SCT が回復。 で、マインドプラス50。そして属性体制が闇属性耐性がプラス10となっています。はい、で、まあ、これね、僕、しょっちゅう使ってるから皆さんご存知だと思いますけども、要は、あの、SCT を回転を上げてくれますんで、ね、SCT を回転を上げてくれるものって結構限られてるんですよ、実はね。うん。特技の回転速度を上げてくれるアイテムって限られてるのと、えー、スキルだとね、オートフェイスとファストフェイスと、で、あと、まあ、言うても、お精力呼吸法とか、あと、ね、チャージ毒エとか、ね、クイックトリガーとかって限られてて、えー、それを通常、あの、工場的に上げてくれるもの っていう意味では、オートフェイストと大ョンのネをつけるっていうぐらいしかやっぱないんですよ。でそこを考えたときに、大ョンのネって結構やっぱ貴重なんですよね。うん。もう、ね、初期からあるアークのね、大ョンの微笑ですけども、えその100%星だと、これも、あさっきの大盗賊の腕輪じゃないですけども、まあ皆さん普通に持ってた方が、あの、周回の回転も早くなりますし、当然強敵との戦いに、ね、おいても、アリナにおいても、ね、とても有利になってくるもんなすんで、えー、2位に入れておきました。そして、まあここまで話したんだらなんとなく皆さん1位が、 察しがつくんじゃないかなと思いながら <laughs>、ああ、皆さんぜひチャット欄にまたも話してると思うんですけども、1位は何かと言いますと、もう、これしか残ってないんじゃないと思うかと思います。えそれが、こちらです。銀解食の牽制炭の100%報酬でもらえます。こちら。新銀のレリーフですね。えうっかり新中なレリ,リーフと読みそうになってしまったけど、新銀のレリーフ、HP プラス200、ストレングスプラス65、剣装備時、移動速度がアップし、特技ダメージプラス10%、 となっておりまして、属性体制、それレ水上体制はありません。で、ね、要はね、これはですね、あの、移動速度がアップ、さらに特技のダメージプラス10%のところがミソで、まあ、剣装備時なんで、要はこれ、えー、ベイランドと、あー、同じ時に実装されたからベイランドも出してあげたらいいと思うんだけど、それ以外のユニットでもいいんですよね。で、ね、特に逆に言うと、その、えー、特技の威力を高めてほしい。特技が強いってやつに関して言うと、例えばだから二刀流で、 片方だけでも剣装備してればこれね適用されますんでえそういった意味ではこれをつけておくことによって例えばレムとかもそうですけれども特技のダメージをアップすることもできますし片方に例えば槍と片方に 持たせた時でもこの真偽のレリーフの効果発動してくれますんで、えー、使ってみると分かると思いますけどあのかなりダメージ上がりますさらに移動速度がアップしてくれますんで、えー、敵のところに踏み込みたいやつ、うん、あのー、そうやな例えば今の真珠レイクンなんかもそうなんだけど特技さんを使えば敵のところを突っ込みますけど特技1とかである程度近づかないと発動できないそういったやつに関してもつけておくといいかなと思いますまあ、ただあのダッシューズとかあのイラテンとかあの辺と組み合わすとある程度天井まで行くと思いますので、ね、その辺の組み合わせもまた考えてやっていた方がいいかなと思うので まあだからアタッカーに関して言うと、まあもうつけておくことが、あそれこそアリーナとかでもそうですけれども、えー、とても有効なアクセサリーですので、1位にしておきました。な、なにそんなにじっとこっち見ないでよそして最後、武器ですね。えー、武器に関しては、えー、かなりジャパネ、あのー、ランキングが変わりました。はい。えー、まず第3位からお話していきます。第3位がこちら。えー、ババラの独流の100%報酬でいただきます。ベノクリーグです。 これがね、多分ね、前のね、あいつの中から多分これ1位やったと思うんですよ。1位かな ?1 位か2位かそれぐらいだったと思うんですけど、属、えー、性保有が闇。そして、ストレングスプラス170、インテリジェンスプラス66、えー、通常攻撃時、確率で敵を毒にし、毒状態の敵へのダメージプラス50%というもので、えー、前も言いましたけどね、これは通常攻撃でまず毒にしてくれる。さらに、毒にした相手に対して、ダメージプラス50%。 で、このダメージっていうのが、物理だろうが、特技だろうが、あ魔法だろうが、すべてがプラス50%なんで、魔法の攻撃に対してもプラス50%してしまう。これを装備してるだけで、なってくるんで、例えば先ほど言いましたが、二刀流の時にですね、えー、例えば、杖と、えー 爪の装備で、えー、ベノクリークをつけておくことによって魔法の攻撃さえも、えー、プラス50%してくれる。こうなってくるとですね、やっぱそのダメージがでかくなるし、えー、少し前からねあのラグロボスのアポカリプスでね最大ダメージを出すのにも結構必要だという風に言われてましたし、えー、何かと使いどころが多い。 で、あの、この、相手を通常攻撃で毒にしてくれるっていう時点で、えー、テラーメルスとかテラーメルス2が今ですね、実装された中、えー、ダメージを引き上げる、かなり跳ね上げることもできますんで、えー、入れておきました。で、特にやっぱね、このね、アタッカー役、だから今僕は新人レイ君につけてますけれども、えー、とても役に立つアイテムです。でもこれが、今回は3位になりましたんで、あと上に2つ残っています。で、第2位、第2位がですね、ちょっとね、特殊なパターンなんですよ。あの、あの、僕が今一番、 いいな、欲しいな、狙ってみようかなと思っているものがありまして、ただ条件付きなんですよ。ただ条件付きたからこそ今2位にしたんですけど、それがこちらです。空帝ロンバリオのの100%報酬のラピシスですこれももうね、持ってる方多いと思うんですけども、え属性不要なし、ストレングスプラス143、MP プラス20の10なんですけれども、特性が相手の弱点属性で攻撃したときにダメージプラス10%してくれるというものなんですけど、まあ要は、前からあるものです。 で、相手の弱点属性をつくことによってダメージを上げてくれるということで、まあ、とりあえず強力では強力であるだけど、なぜ今これが2位に上がってきたかというと、ウルトラレアークのソラリスに機械ハイブーストが、えー、習得スキルでできましたよね。なので、あの、機械ハイブーストが出たことによって、もちろんトリシュラとかね、他のいろんなね、えー、機械系のものがあパワーアップするんだけど、今回初めて機械ハイブーストがつけられたことによって、このラピシスで相手の弱点属性を攻撃したとき、ね、えー かダメージががやっぱりかなり跳ねね上がると思うんですよ、ね、それこそだから今時のユニットとかってのは元々のそのあの火力がすごい高いやつ多いんですけどもそうじゃないキャラクター旧キャラとかでもそうなんですけどもそういったところそれ例えばストーリーキャラのカエルとかでもそうなんですけどそういったキャラクターで相手の弱点属性をついてカンストを。えー 出せるような可能性があるのが、やっぱラビシスだなと思いますし、そこに機械ハイブーストが乗ってくることによって、よりダメージが上がるんじゃないかと思いまして、ね、今回、急上昇で2位に入れておきました。特に、機械ハイブーストが入ったことによってね、機械系の装備っていうのは、これからどんどん、あの、見直されるとこ、多いかなと思っています。そして、えー、そんな3位、2位を抑えてのね、1位、1位に関してなんですけども、なんとなく皆さんご、まあ、お察しかと思います。最近の僕の一番のお気に入りの武器なんですけど、こちらですね。反逆の竜騎団の100%報酬でいただきます。こちら。竜騎兵の槍です。 えー、属性浮与雷 h p プラス200ストレングスプラス208ディフェンスプラス6 8 s c t 速度プラス10%物理攻撃時空中にいる敵に対してクリティカル発生率プラス10%ということでかなりあの SS レアークの武器の中でも結構強力な方やと思いますストレングスの高さとか h p の高さもそうですしなぜディフェンスもプラス68上げてくれるんですよ だからこの辺が、あの、りハイブースト、やりブーストの話をね、この間ともおすスめスキルセットの話もしましたけども、あれだけがその装備することによって、自分自身の物理被ダメかなをカットしてくれるという意味で、えー、防御にもあ生きてくるハイブーストとかブーストをつ,つけてくれるのがやりだけなんですよね。で、その中で、えー、ディフェンスも上げてくれる竜筋比の槍が STT 速度プラス10%。えー、これね、先ほどの大天使の話でも言いましたけども、えー、特技のスピードを上げてくれるものって、すごく貴重なんですよ。 そういった意味では今限られた中でどれか突っ込もうと思ったら僕やったらあこちらの竜樹費のやりを本当おすすめします。で そういうこそ槍が装備できないやつに対してもですね、えー、槍装備つけて、槍武ブースやりハイブースをつけることによって、えー、耐久力をまず上げてくれます。物理のひだみはそれだけでプラス20%カットしてくれるものなんで、それに対して、竜、えー、気品の槍をつけることによって、ST とかプラス10%でしょで、空中にいる敵に対して、クリティカル発生率プラス10%ですんで、えー、打ち上げ系のですね、スカイハイとかスカイロードとか乗る特技を使っている方、あそういったものに関しては、えー、さらにダメージを引き上げてくれるものなんで、まあ、僕はね、今ね、しょっちゅう、えー、どのユニットにも結構ですね、試してつけてます。 し特に真珠麗くんやったらね、えー、雷属性の攻撃ですんでそういった意味でも使っていますなのでとてもおすすめの装備としまして、えー、龍気り第でで入れておきまましたで、まあここまで話してですね、あのー、防具とアクセサリーと武器とで別々で話しましたけどもあのそうじゃなくて本当にもう今あのエーテリオン20個ぶっ込もうよと今悩んでる方もしもいましたらその中でまあ何に対してって思うと思うんですけど何に対して使うかによって分かれると思うんですけども あの例えばストーリーで進めていきたいとかあと強敵と戦って勝ちたいとかでそういった方に関して思うんやったら1位は竜騎兵のやりです。でアリーナっていう話ができた場合は、えー、延期化かなと。な、ま、ぜ、あ、かというと延期化は嫌がらせをするのに一番適したアグですんで、えー、そうかな、うん、やっぱりアリーナ向けやったら延期化やし、えー、と強敵戦とかあ強い敵との戦いでやっぱ考えるんやったら竜騎兵のやりかなと僕は思います。 はい。という感じですね、今日はね、久しぶりに、あの、アークエイテル100%報酬ベスト3 2020冬という感じでさせていただきましたけれども、あの、多分これね、まあ、人にそれぞれによってですね、感性違いますからね、いやいや、それよりも、その順位はこっちじゃないとか、ああじゃないってやっぱ思うところあると思いますんでね、お気づきの点ありましたらね、ぜひぜひコメント欄に書いて補足していただけますと、大変嬉しいですので、よろしくお願いいたします。 まあ今回もですね、皆さんからのコメントが結構ね、あの、元になって、まあ、あの、最近ちょっとやってないからやってくださいよというコメントの要望があってですね、させてもらってますんで、こんな感じでですね、リクエストいただきますと大変助かりますので、よろしくお願いします。で、今日の動画ですね、何か参考になったら面白かったら良かったなと思いましたらね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、明日火曜日はですね、多分、まあ、そろそろヤシャマルのね、詳細が出ててほしいんだけども、まあ、出てたらその話で、じゃなかったら、まあ、多分雑談になるかなと思います。 それでは明日の動画でお会いしましょうではまた